はい、新小岩の皆様、大きな音でお騒がせさせております。11月7日投票日の葛飾区議会選挙にテレビ改革党より立候補しております高橋純也の街頭演説をいたしております。コロナの影響でですね、困窮している日本人が増え、6ヶ月連続でですね、生活保護申請数が前年度比を上回りました。コロナによって困っている日本人が増えているのは間違いありません。ですので、なおさらですね、別に日本にいなくてもいいんじゃないかと思われる外国人の方の生活を保護している場合ではありません。外国人の生活保護は法的根拠が全くないのでありますから、新規給付を打ち切って、その分の予算を日本人の生活保護の件数を増やすか額を増やすかに回すべきであります。どこの国もコロナで大変かとは思いますけれども、日本は日本人のことを心配してればいいのであります。よその国など知ったことではありません。よその国の人間、特に好き好んで葛飾区に住んでいるような人間が生活に困ったからといって保護する筋合いは全くありません。それよりも日本人の生活を保護すべきであります。私はテレビ改革党代表、豊島区議会議員葛沢亮司でございます。こちらにいる高橋純也が当選できたならば、葛飾区議会で日本共産党と戦ってもらいたいと思っております。私は豊島区議会で共産党は法律を守る気が全くない、どうしてかという理由を演説したところですね、まあ、その演説の内容がですね、暴力革命を目指し公安監視対象になっている共産党が、もし革命を成功させ権力を得たならば、日本人から何もかも取り上げて一度共産党のものとし、それを平等に分けると、あなたから全てを奪い、あなたを奴隷に落とすと、お前もの自由もよこせ、家族も労働力として提供しろ、日本共産党が革命を成功させたらあなたにこういうに決まっているからであります。これは現実にウイグル、チベットで中国共産党が行っていることであります。そのことを豊島区議会で演説したところ、なんと無礼で失礼で名誉毀損だということで、豊島区議会47年ぶりの懲罰委員会が設置されまして、私の議員生命を取ると、私を議員から辞めさせると、そんな動きがありました。高橋純也が葛飾区議会に行けたならば、日本共産党はあなたを奴隷にする、あなたから全てを奪う、命も自由も日本共産党のものになってしまうと演説させるつもりであります。その結果、何十年もぶりに葛飾区議会に高橋純也の懲罰委員会が設置されればいいなと思っております。その時は私も高橋純也の応援に駆けつけますので、まあまあ、懲罰委員会、議員なんかで揉めてなんぼですよね、まあ、喧嘩してなんぼだと思います。日本共産党が大嫌いな方、高橋純也に投票してください。高橋純也はめちゃくちゃに日本共産党をぶちのめす所存であります。皆
皆様よろしくお願いいたします。ありがとうございます。